マウアーシュテッテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村である。マウアーシュテッテンは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には4つの地区からなる。マウアーシュテッテンは、イルゼー帝国修道院に属した。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降は、バイエルンに属した。ナチス独裁時代には、 マウアーシュテッテンは、ダッハウ強制収容所の外部施設である、リーダーローツー強制収容所の所在地であった。リーダーロー外部収容所の収容者は、カウフボイレンの弾薬工場で、強制労働に刺激されていた。1944年9月4日に922人のユダヤ人収容者が到着した。その後さらに約100人がついた。 このうち472人が劣悪な労働環境と伝染病の蔓延により収容所が存続していた4ヶ月の間に死亡した。その遺体は森に埋められた。現在そこは記念碑が建てられ犠牲者を忍ぶ強制収容所墓地になっている。町長は2008年3月2日からアーミンホルダーリートが務めている。ズンガラ、赤い身分の山、その上は三つのノコギリ壁がある銀の壁。 さらにその上は青字である。これらに被せて、幹が金の剣となった黒いもみの木。剣の束は身分に被っている。マリエングロッテマウアーシュテッテンのマリエングロッテは、この地域で最も古いグロッテである。これは1890年に聖ファイト教会の東側に作られていた。1927年には、墓地の西側にある旧司祭館の場所に移された。 このグロッテは、イルゼーの業界岩で作られている。2007年に改修された。ありがとうございます。